人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです今日はトルコのエルドアン大統領の話です皆さんこちら覚えていらっしゃいますかイギリスのエコノミー氏が出しているワールドアケット2023この中に2023年に世界に影響を与える人たちの絵があるんですけども このののハゲタカのような彼がでですすねトルコのエルコエドアン大統領です私5月末の動画でトルコ大統領に「エルドアン再選」という動画を上げさせていただきましたがエルドアンはロシアのプーチン大統領ウクライナのゼレンスキー大統領とも良好な関係を結んでおりアメリカでいうとトランプ前大統領とバイデン とも良好な関係を結んでいますウクライナのゼレンスキー大統領は7月7日、トルコのイスタンブールを訪問しエルドアン大統領と会談しましたゼレンスキーのトルコ訪問はロシアによる侵攻後初めてのことです先ほど申し上げたようにトルコはロシア、ウクライナの双方と 良好な関係を維持しておりウクライナ産の穀物を輸出するための国穀物合意などを仲介ししてきましたエドワーンはウクライナが NATO 加盟資格を持つことはお互いないと述べてウクライナが将来的に NATO への加盟を支持しました。 実際にはバイデン大統領がウクライナの NATO 加盟について次期焦燥だと言っているようにロシアと停戦するまでは難しいというか無理な状況です。ジェレンスとしてはトルコからお墨付きをもらってあとはロシアの侵攻直後にウクライナ南東部マリウポリの アゾフ・スターリー製鉄所で交戦してトルコが仲介し捕虜交換で終戦までトルコにとどまることを条件に解放されたアゾフ連隊の元部隊指揮官5名これは彼らはウクライナで英雄と称えられていますが今回の会談の後この5名をウクライナへ連れて帰ったということで ゼレンスキーの国内での株がアップしていますそういうメリットがあったわけですねエルザンは国会を通じて、まあ、通してですねウクライナ産の穀、えーまあ、物を、まあ、アラブ諸国やアフリカなどに輸出するために7月17日にこの契約が切れる国会穀物合意の期間延長について、まあ、ロシアと 協議するわけですが別件も含めてプーチン大統領が8月にトルコを訪問するということになっていますプーチンがウクライナ侵攻後ナトー加盟国に来るということは初めてのことになりますそしてバイデン大統領は7月9日エルドアン大統領と電話協議しスウェーデンのナトー 加盟が早期に実現するようお願いしましたトルコは敵対する非合法武装組織クルド労働者党などがスウェーデンを拠点に活動しているとしてスウェーデンの NATO 加盟をに難色を示していたんですね NATO 加盟国の全国が承認しないと加盟はできない とといいうことになっていますそのエルドアンは7月10日スウェーデンのクリスティション首相とリトアニアで会談し NATO 加盟の交換条件としてトルコの EU 欧州連合への加盟を進展させるように求めその結果 NATO 加盟を容認しました。 トルコは、1999年に EU 加盟候補国となりましたが、2005年に始まった加盟交渉は、近年、事実上の凍結状態にあります。トルコは、アメリカに新型の F-16 戦闘機の売却を求めたりしています。この件については、バイデンは支持していますが、 トルコの強権体制に批判的なアメリカ議会では慎重論が出ていますエルドアン大統領はナインコードっていうと水の一泊です彼は2003年からトルコの首相そして2014年にはトルコの大統領となり20年にわたりトルコを率いてきました この間の選挙で勝利し、さらに5年間政権が続きます。彼は中東のトランプとも言われており、反グローバリズムの姿勢を取っています。なかなか面白い人物ですが、今後世界に大きな影響を与える人物の一人であることは間違いありません。以上、テキサスのルークでした。 チャンネル登録よろしくお願いします。